ございます。ございます。大雨により道路が崩落してから1週間。孤立が続いている出雲市日野岬地区では、今日から臨時のスクールバスの運行が始まりました。兄弟と遊んだり、散歩したりしてました。友達と休み時間いっぱい遊びたい。受験生とかもいるので、そこのところはね、すごく心配でしたけれど、だけど、まあ、早くそうやって市の方を対応していただいたので、よかったです。日野岬地区では普段小学生はスクールバス、中学生は路線バスなどで登校していましたが、道路の崩落以降、多くの子どもたちは学校に通えていませんでした。集まった児童生徒は出雲市教育委員会の引率で崩落現場を迂回するルートを歩き、スクールバスで出発。今日は10人の児童が久しぶりに小学校に登校し、教室で元気な声を響かせていました。久しぶりの学校どう？楽しい。友達とお話できて。今日直接こうして顔を元気な子を見られて、安心しました。臨時のスクールバスは夏休み前の19日まで運行し、2学期以降については復旧状況を踏まえて学習保障ができるように検討するとしています。一方、今日午後こちらには多くの人が。出雲市が運営する地区唯一の医療機関、日野岬診療所です。道路の崩落で診療所の医師が来られなくなったため休診していましたが、出雲市立総合医療センターから医師が派遣され、今日再開することになりました。特にお変わりはないですかね、体調の方は。別に変わりない、ないです。はい、ただやっぱりこのお薬いただくのが一番、心配してまして、ね、じゃあこれも同じように今日お出ししておきましょう。一応前回と同じような処方でお出ししておきますね。よかったです。出雲車でね、スーッとも行かれるもんだと思ってますが、私その時、いや薬がね、どうしようと思って、薬があったら安心です。やっぱり日野岬診療所は当面火曜日に開き、木曜日に地区内に薬を届けるということです。車が通行できず孤立状態が続く日野岬地区では、このほかにも車の移動に必要なガソリンやプロパンガスなどの燃料が運び込めないなど、多くの問題が出ています。そこで今日は出雲市の職員と地域の人が集まり、災害対策会議が開かれました。出雲市の担当者は、ガソリンやプロパンガスなどの燃料は市の職員が迂回路を通って運び込み、地区内に仮の燃料補給所を作る案などの対応策を説明しました。消防やですね、石油の関係の団体の専門家の団体意見を踏まえながらですね、やっぱり急ぐだけではなくて安全対策をしながら速やかに供給ができるよう頑張っていきたいと思っています。孤立の長期化が予想される日野岬地区、ニーズを聞き取り、息の長い支援をすることが求められています。